長を案内しているという。偉いね。うちが貧乏で、そのシングルマザーなんですよ、はい、でそれで、あのまあ親代わりが自分しかいないから、自分と母さんみたいな感じだから、うん、で今度誕生日があるんで、その時にまあケーキとか買ってあげたいなって思ってますね。プレゼントは何あげるつもりですか？あ、ガチで悩むな、どうしよう。よかったな。そこで街行く常識人の人には言えない私だけの小さな秘密を大調査。私だけの小さな秘密を教えてください。今7歳と、5歳になる子供がいるんですけど、1年前ぐらいに、まあ、ある朝仕事でちょっと朝起きてトイレ行こうと思って起きたら、子供が2人トイレに2人って入ってって、でなぜかなと思ってちょっとパッて覗いてみたら、2人でケチャップとマヨネーズを直接吸ってたっていうことがあって、2人向き合ってチュパチュパって吸ってました。息子がトイレでケチャップとマヨネーズを吸っていました。トイレの中でケチャップやマヨネーズのチューブを吸いまくる息子たちを目撃したお父さんは、怒れなかったですね、その時は。お父さんたち何て言ってました？人には言わないでねって言われました。続いて浅草で出会った男性には、毎年夏になると行う秘密があるという。あの密かな楽しみとしては、冷たいご飯にキンキンに冷えたオレンジジュースをかけてスプーンですくって食べるっていう。ちょっとデザート感覚、今これタピオカ流行ってるじゃないですか。あのつぶつぶ感がいい感じで美味しいですよ。白米にオレンジジュースをかけて食べます。思いついたのが夏なんで、やっぱりもうさっぱりしたけど食べたくて、40年ぐらいやってる。40年間欠かさず食べてきた夏の定番オレンジジュースご飯を実際に見せてもらうことに。こんな感じすごい。白米が浸るほどオレンジジュースを入れたわ。ほぐしてお米の一粒一粒がバラバラになるぐらいまでよく混ぜます。あ、久しぶりこれ。去年の夏以来です。うまい。なんか俺の夏休みの記憶はこのオレンジジュースとご飯。もう入ってればいいよね、なんかね、うん、もうタピオカに続く新しいスイーツ。
トレットチャンスセール三井アウトレットパーク。妹連れて行こうと思います。一緒にめっちゃ食べます。